見れば超初心者でも安全に投資を始めることができます。よく質問を受ける何々口座を選んだらいいのかっていうところについて解説をしていきます。結論から言いますと、はい、どうもネルゾー投資チャンネルの住田ネルゾーです。投資始めてみたい、でも最初の設定が不安、専門用語も多いし致命的なミスをするのが怖い、たくさんの人からこのような相談を受けます。ということで今日は初心者向け SBI 証券口座開設のやり方を動画にしました。この動画を見れば超初心者でも安全に投資を始めることができます。ぜひ動画を最後までご覧ください。それでは手順を追っていきます。まず最初に SBI 証券の公式サイトにアクセスしましょう。公式サイトへのリンクは概要欄に貼ってありますので、ぜひ皆さんそちらからリンクに飛んでみてください。この作業はスマホでも PC でも可能ですので、どちらでも大丈夫です。次にやることはメールアドレスの登録です。メールアドレスを入れたら次へボタンを押してください。すると登録したメールアドレスに認証用コードが届きます。口座開設申し込み用認証コードのご連絡というメールが届きますので、そちらをご覧ください。そこにある認証コードを公式サイトに入れたら次また次へを押してください。次にお客様情報の入力です。ここに関しては自分の個人情報を打ち込むだけなので特に難しい点はないと思います。では次にですね、よく質問を受ける何々口座を選んだらいいのかっていうところについて解説をしていきます。結論から言いますと、特定口座源泉徴収ありを選んでください。なぜこれを選んだ方がいいかというと、これを選ぶと確定申告を自分でやらなくて OK になるからです。間違って一般口座や特定口座源泉徴収なしを選んでしまうと自力で確定申告をしないといけなくなってしまいます。確定申告やっぱりちょっと難しそうだなって思う人は特定口座の源泉徴収ありでいいと思います。初心者なら間違いなく特定口座の源泉徴収ありでいいと思います。特定口座源泉徴収ありを選ぶとこんな選択肢が出てきます。本年1月1日時点での住民票記載都道府県、これはですね1月1日時点と住所が違う人だけが記入するところなので、まあ1月1日と同じ場所に住んでるよっていう人はそのまま無視して大丈夫です。では次にですね、 NISA の選択について解説していきます。NISA には一般 NISA と積立 NISA の2種類があります。基本的には積立 NISA の方を選択するのをお勧めしています。毎月10万円以上を投資に回せる人であれば一般 NISA もありだと思います。積立 NISA と NISA っていうのは年単位で切り替えることが可能なので、あんまりここは心配しなくても大丈夫です。 NISA については以前別の動画で解説しているのでそちらをご覧ください。次に iDeCo の資料請求について、これに関しては正直どっちでも大丈夫です。基本的にはiDeCoは積立 NISA を満額やる余裕がある人は次にやるべき投資だと僕は思っています。積立 NISA を満額やってもまだ投資に回すお金に余裕があるよっていう人はiDeCoの資料請求も申し込みをするといいと思います。次に住信 SBI ネット銀行を申し込むか申し込まないかという質問に移ります。これは個人的な意見なのですが、申し込むを選択するのをお勧めします。なぜかというと住信 SBI ネット銀行は SBI 証券とすごく相性がいいからです。このネット銀行を使っていなくても SBI 証券にお金を入れることは可能なんですが、相性を考えると一緒にこのタイミングで申し込むを選択するのがおすすめです。次に T ポイントの選択ですね。これは正直どっちでもいいです。ポイントは誤差なので、まあ、困ったら申し込むでいいんじゃないかなと思います。次に出てくるのが規約確認です。バーッとねちょっと長めの規約があるんですけど、ここはさらっと読んでおきましょう。次に出てくるのは情報の確認ですね。ここまでの動画内容をもう一回振り返ってもらって、それで OK だと思ったら情報の確認も OK です。次の質問が口座開設の方法です。ネットで口座開設を済ませるか郵送で口座開設を済ませるかという質問が出てきます。個人的には自宅で簡単に済むネットで口座開設がおすすめです。ネットで口座開設をする場合はマイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カードと運転免許証のセット、このどちらかが必要になります。また郵送で口座開設の特徴としては ID やパスワードの書いてある書類が自宅に紙で届きます。これらのことから必要な書類が手元にないという人、もしくは ID やパスワードを書類でしっかり手元に取っておきたいという人、これら2パターンの人は郵送で口座開設を選んでもいいかもしれません。はい、ここまでで申し込みが完了です。ネットなら早くて当日、郵送なら後日、SBIの方から口座開設完了しましたよっていう連絡が届きます。その後ですね、企業都市銀行などの初期設定を済ませる段階に進むのですが、今回はそこはカットします。おそらく多くの人が証券口座を作ったらまず積立 NISA をすると思うんですが、まずこの動画
で証券口座の申し込みをする。そして申し込みが完了したら初期設定をする。そして初期設定が完了したら次に積立設定をするという流れで積立NISAを始めることができます。積立NISAの始め方に関しては以前ノートでまとめていますので、ぜひそちらをご覧ください。それでは本動画のまとめに移ります。今日の動画で SBI 証券の口座の作り方をまとめました。これから作るぞって方はぜひこの動画を参考にしながら SBI 証券の口座開設を進めてみてください。動画を見てもわからないとか、こんな部分を解説してほしいとかあったら気軽にコメントくれると嬉しいです。このチャンネルではお金や投資について日々発信をしています。この動画がいいなと思ってくれた人はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。 DM なども全部返しているので、投資のことをもっともっと勉強したいって人はぜひ Instagram をフォローしてくれると嬉しいです。皆さんの貴重なお時間を割いていただき、どうもありがとうございます。 Thank you!